世間が知らないね、亀田大輝ってものをね、やっぱちょっといろいろ聞いていきたいなと思って。まあ、バレですよ、もうこんだけでかくなってしまって。なあ、まく、あ、とったな。はい。うん。何キロなの今？ 70 キロです。70キロ、はい、現役の時は試合の時、まあ、試合の時も、まあ、50.8 から53、まあ、だろ、そこの50から53だろ。で、俺は59だったね。で、普段体重62キロぐらい。どう？それもすごいですけど。だからお前も、いないですよ。引退して70キロだろ、はい、俺まだ62キロじゃん。超えたな、君に俺を。そんな、また殴るんですかとか言って。ああ、お前。お前、そうやって俺は殴った。俺よりも上に行くな、みたいな。なんか俺この間さ、アベバのトーク。ん？アベバでさ、ひろゆきさんとさ、ああ、やったじゃん。はい。論破するみたいな。はい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 。面白かったな。あれなかなか、うん、反響という意味でありましたね。俺はカラオケの時間で練習よりもカラオケの時間の方が長かったって言ってた。なんでそれで勝てるんですか。いやでも天才やからって言ったじゃん、はい、俺からしたらお前天才じゃないからね。え、なんですか。努力の人だと思ってる。うわ、僕の奥さんとしようという、うん、意外とね、あのボクシング見せたら努力のやつだなと思う。僕の奥さんとしようという。努力しないとあのボクシングできないと思った。でも天才ではないよ。天の才です、ね、いやいや全然。はっきり言ってボクシング下手くそ。いや僕天才ですから。いや下手くそ。じゃあお前これ論破あったわけだ。うわ、いや勝ちますよ、僕天才ですもん。いやいや全然天才だよ、お前下手くそだもん。まあお前は努力のタイプだよ、何度も言うけど。僕本当に練習したことが2回しかないんですよ、うん、嘘つけよ。これ本当なんですよ。これ本当に親父とか友樹とかお兄とかに聞いてもらいたいんですけど、うん、本当に2回だけなんですよ、練習したの。ボクシング人生で。はい。嘘つくね。本当です。あ、そら朝走るとか帰ってきて練習するって。まあそんなの言ったら当たり前じゃないですか、うん、それは当たり前じゃないですか。まずそもそもそれ知らなかったらここまで来れないんで絶対に、うん、でも言って僕も6歳ぐらいから言ったら格闘技やってて、はいはい、初め空手から始まって、で、まあ、そこの位置まで行って、はじめラッキーパンチかようか分からへんようなパンチで、打者パンチでバーンって倒れて、やったー言って、俺めっちゃ強い言うて、うん、で練習戦から次の試合判定になって、でまたちょっと頑張ったらまた勝って、で歌歌ってみんなキャー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 言われて、よっしゃ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 って言ってて、ほんで、まあ、歌った後からてめえ何してんねんってことよ。すいませんすいません。、はい、でもいろんな、乾杯。でもいろんな人が見てくれました。うん、そうだね。だからまあ正直言うと俺の場合ってさ、そのどっちかって言ったら正統派だったじゃん。スーパー正統派、うん、だからアンチとかもそんなになかったし、うん、やってたけども、まあお前の場合はまあファンもめっちゃ多かったけど、アンチもめっちゃ多かったじゃん。めちゃくちゃ多かったね。でもそれはね仕方ないです、ね。うん、でもその若さでそれをできるっていうのもある意味やっぱりね才能ですよ。普通やってたらもう落ち込んじゃって、いやもうボクシングやめるとかできないわっつってね。え、僕天才ですか。あ、そういう意味でやで。ボクシングに関しては、ボクシングに関しては別に天才とかなんでもないからね。なめんな、ボクシングなめんな。怖い。怖いですけど、僕引退してるんですけど。でも、はい、そういうところに耐えられる心とかって、そういうのは、やっぱ、もそれこそ、天才、天武の才だから。あ、でもそうです。でもそうです。あれだと普通だったら、もう耐えられないもん。でもですよ。僕らが出てきたところって西成じゃないですか、うん、西成ね、あ、行った行った行ったですよね。あそこから来てるんで、もう怖いものは何もないんですよね、うん、だから別に戻るのってあそこに戻るだけなんで結局は、うん、だから行けるとこまで行こうっていうスタンスで、うん、とりあえずやってどこまで行けるのかなって言ったら、本当にもうスタイル見たら分かるんですけど喧嘩じゃないですか。もうぐちゃぐちゃのぐちゃぐちゃ、ジャブもつかないわ、もうブン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 振り回して、もう喧嘩の延長戦で、うん、まあ、やってて、で世界なんか入ったから、じゃあ世界戦できるな、うん、でやったのが内藤さんの試合です。ああそうだ、まああの試合がまた一個分岐点だな。あの試合の後に内藤大輔さんとの試合の後に一気にすごい叩かれて、まあ、なったじゃん。はい。なあれあの時さ、お前もすごいよな、やっぱ俳優だな。なんでですか。いやもうこれしょぼもう本当に落ち込んでますみたいな。すいませんでした。
抱えられて帰ってたじゃん。いや俳優やわこいつと思った。いやいや何を言うかな。俺は俳優だわと思ったね。えぐいっすね。あんな落ち込んだふりして。いやあれはでも僕はボートにしてるやつですか。あボートにしてる。あれはあの時僕病院行ってますからね。僕性病だった。いや本当にこいつ家から出てけへんし喋れへんから部屋から出てけへんし喋れへんからって言って、うん、であの後やったかな親父が、うん、まあ僕18でまあまあそうだから18でああいう場で出るのすごいよ。いでもね18だからといってどうなのかってなくて、まあ、世界戦もやって出てるわけですよ。だから18だから僕はあんなことやりましたって言ったら別に何なれもないんで別に18だったとお前世界チームになれるかなれた位置におったな僕は。そうだな。逆に言ったらそれはもうしゃあない僕が全部言ったないとやったるよ、うん、って言って結局負けてしまって負けたじゃないですか、うんうん、でも僕も試合終わってわあ強かったっ、ね、無理やったかまへんかったでもどうしようかな、うん、でもすごいダメージが多かったからでもやめるいやでもこんなところで逃げたらあかんなどうしようかなって思った時に、うん、じゃあなんかちょっと試合も終わったし結構減量もやったから外でうまいもんを食べに行こうかなって思ってた時ぐらいにもう毎日ですよ家の前にカメラがおって、うん、でももう僕出れない。生徒君いつするんですか。そうです、まあそんな感じですよ、うん、はい。だからもう本当に僕はもうこうやってもう打ち込んでて一言も喋らない家族との飯も毎日ね僕ら一緒の部屋住んでて、うん、下が、ボクシングジムやったんで、まあ、ジムっていうかその練習できるとこやったんでずっとこうやってボーっとしてた親父がやっぱりまあそんなやったらあかんやろってもう一回頑張れってもう親父言わなかったですよ、うん、お前ちょっとゆっくりしてこいって言ってそのカメラを全部巻いて親父が、うん、親父が巻いて裏から抜けて大阪に行けって言ってでカラオケ行ったなんでなんですかでそれで大阪に行かせてもらったんですよ、うん、で親父のお兄さんのところでずっと1ヶ月ぐらいかなずっとゆっくりさせてもらってでもバレるんですよね、まあ、バレるねやっぱな情報は絶対入ってくんだよだからお前頭おかしくなるからちょっと外に行ってパチンコでもやってこいって、うん、18歳からパチンコできますから、うん、パチンコでも行ってこいやお前パチンコ好きやんけ行ってこいって言ったらパチンコ屋でバレてで帰ってきて屋上でバレて週刊誌に乗って大阪に潜伏してきたってもうだからさああなるとさもうみんなに見られてる感じあるでしょ本当に誰か見てなくてもなんかひょっとしたらあいつ見てるかもしれないとかさ携帯こういじってるけどさ、はい、あいつ俺の撮ってるのかなとか思うだろ挙動不審ですよあもう犯罪者と同じしてんじゃん本当そう本当にそんな感じになるのねヒゲを生やして大阪に潜伏していったって出てたんですよ、うん、してないよドンキホーテ僕ヒゲ生えないんですよ、うん、ドンキホーテでつけ買ってきたんですよそれが取られるっていうただ偉いねあの時お前18歳はいあの時は18歳19歳でさテレビカメラバンバン来て新聞社バンバン来て週刊誌バンバン来ての前で挨拶出るっていうのは普通の18歳から考えたら無理ですよ、精神的に。で、みんなから、こうなんですか、なんですか、何やってんすか、切腹しないんですかってめっちゃ言われたじゃん。はい、言われましたね。本人がもう謝るんだから、謝って、静かに聞いとけば、いい話なのに、いいし、そっから、なんか、こうしろ、ああしろ、こうしろってのを、周りが言うのは、結局、そんな、ただの弱い者いじめなんですよ。弱ってる人間いじめるっていう。そういうのはね、見てて、やっぱ気分が良くないですよ、ね。いや、でも、弱い者いじめは好きなんじゃなくて、多分強がってるやつがこうなってそうそうそうそれ僕はね結局僕はブワー言ってましたから変な話逆の立場でも僕そうなってたかも分かんないですよ僕は記者だったらだから別にそれはいいんでそこに関しては別に何もないんですけどだからこれは絶対にこの僕らをね僕のことを応援してくれてた人もいましたからこういう人たちをちゃんと恩返ししないといけない家族に対して絶対にこれは返さんとあかんって思いだけでやって次やってだけどまた負けて、うん、ちょっと1ポイント差で負けて誰だって天下汚染ですねああ天下汚染ねでそれで負け、はい、2対2で負けたんですよねあと1本あのラウンドって言った時になんか WBA から入ってダイレクトが決まってよっしゃ決まったってこれだけ逃したら男としてここは絶対逃したらあかんと思ってそこを1回練習したの、うん、それだけですね、うん、でそれで勝ったんでやったっていつでもやめれるとそれで、まあ、もうまあでも偉いよいやいやもうあんな境遇っていうのはなかなかだからある意味そこで心を強くした部分あるもんねうん無理やりだけど普通ですわ、うん、まあでもあの後ねこんな職場で会見してたすいませんでした、うん、って言った後その後のパーって会見場出て車乗って北
て俺と飲み行ったもんな。なんでなんすか僕それやったら問題ですよ、18歳しかない。いや逆に内山さんもやばいですよ。いやだってキャバクラしてたと思う。謝ってきとったわーって。18 連れて行った内山さんもやばい。これ嘘ですか。冗談です。まあでもね、いいよ、面白いからな、今な。まあね、まあそんなことだって、ね、まず今日は残業新作で、じゃあとりあえず今日やっと切腹を見れるってことか。なんで。まあそんなんで、まあまあ大人になったからね、やっぱ大輝も、まあ俺もね、そうだし、まあ時が経てば結局さ、もうこの時になって、この年になって、昔みたいな感じだったらさ、あとはこいつアホやなと思うけど、今はもうね、ちゃんともう、もう大人だからね。でもさ、あの幼少期ってどうだったの？小さい時は何歳からボクシングやったの？ボクシングは、まあ、親父がなんかもともとボクシングやってたんですけど、うん、で、まあお兄ちゃんが生まれたからって言って、まあそのね、食わしていかないといけないんで、うんうん、ボクシングやめて、で、お兄ちゃんが4歳の時に、うん、空手を行ったんですよ、うんうん、初めからボクシングの方じゃなくて、この僕らがやってる空手って四刀流っていう空手、極真とかじゃなくて四刀流って書くんですけど、その四刀流の空手を始めたのがきっかけですね、うんうん、それはすごい速いんですよ。メイウェザーのスピードより速いんですよ。一発だけですよ。いや、一発だけメイウェザー絶対、いや、メイウェザーのスピードぐらい速いんですよ、うん、ぐらい速い、はいはい、その空手のあれ種類だったんですよね。それでまあ親父がこれやらせたらスピード身につくなと、うん、スピードなかったですよ。あ、お前より痛いんだけど早かった。ちゃん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 、僕だけ空手のタイトルないんですよ。わかる、わかるって。わかる。多分だってお前動かないやろ、あんまり。そう、ポイント取られるで、バッてやってバチっていって、その後バババババババっていくんですけど、いやもう初めの一発がポイントなんで、空手は、うん、だから僕だけタイトルなかった、うん、お兄ちゃんはあの空手のなんか世界大会とかでも優勝してたんですよね。あ、そうなんだ。そうそう、後期も世界大会優勝したの、空手で、はい、まあ、小学校の時ですよね。でそれでスライドしてボクシングと並行してやってて、もともともボクシングのチャンピオンになるっていうあれだったの。お兄ちゃんは小学校5年生ぐらいですかね、ボクシングをスライドしたのが、うん、で僕もそれぐらいでスライドして、で、ともきもチャンピオンになって。でもさ、後期もさ、お前もさ、あんまりボクシング好きじゃなかったでしょ、最後の方、うん、あんまりボクシング好きじゃなかったでしょ、最後の方ですか。最後の方、うん、逆ですね。好きになった最後の方。僕は好きになりました。僕はもっともっと大っ嫌いで、うん、もうえらいとこ生まれてきたなと思って、もう最悪やと思って、みんな友達遊んでんのに俺だけ遊ばれん、この家族で生まれてこなかったらもうって、僕もずっと思ってましたよ。ほんでどうやったらこのボクシングっていうか、この格闘技から解放されるのかってなったら、チャンピオンにならないと解放できない、うん、3兄弟で世界チャンピオンになる、ギネス取る、3兄弟でね、世界いないから、うん、ギネス取る、じゃあ俺だけかけたら なれないから、これはもうみんな何としてでも俺はもう死んででもあるって言って気持ちで、合計3回トライさせてもらって最後にチャンピオンになれたんですけど、その時まで嫌いでしたから、その後も嫌いですけど、2階級チャンピオン取った、あ、取った前後ぐらいですね、好きになった。ああ、そうなんだ。ただカラオケが好きだった。やっぱカラオケ大好きな。ちょっと今1曲いく。いや、俺が歌ったらもう誰も歌えなくなるじゃないですか。いや、そこ真剣に聞くんですか。何言ってんのお前でしょ。何言ってんか。じゃあボクシングやってさ、世界チャンピオンなって良かったことと、なって悪かったこと。なって良かったこと、なって良かったことは本当に任務を遂行できた。任務本当にそれに追われてたんで、うん、やったなって、俺でもチャンピオンになれたんやんと思って。もうプレッシャーからその時だけです、練習したの。本当にお前、あ、1回目がね、うん、はい、1回目負けて、2回目負けて、3回目のここですね。もう僕ここで負けたらもうボクシングやめようと思ったので、うん、もう絶対3回目4回も絶対できない。もう3回すらできないんで、うん、内山さんも一発でバチッて取った、友樹もお兄ちゃんも一発で取ってるんですよ、うん、でもここ、まあ、天才だからな。誰がですか。俺が、うん、うん、でそうですね。やっぱ天才っていうか、あとは確かに天才かもしれないですね、内山さん。まあ努力の天才だな、努力できる天才、うん、そういうことに関しては確かに。ボクシングに関しては結構あんまね、下手くそだったから、昔は。確かに、だってボクシングがシャドウで1ラウンドで1キロ減るんですか。3ラウンドで1キロ。あ、3ラウンドで1キロ減る人も聞いたことないですもん。1時間半ドレージで5キロ中から顔が全然違う、練習場と練習場で。え、僕の顔どうなります。お前の顔は多分かわいい。よかったこと、うん、
悪かったこと、まあ多分悪かったことの方が多いような気がするんだよ俺ね。え、悪かったことないですけどね。いや、何やっても叩かれるじゃん。まあでも叩かれてなんぼじゃないですか。まあそうだ、お前らだってもともとそういう風にやって有名だって、まあアンチも増やしてファンも増やした。いや僕これどう思うか分かんないんですけど、ボクシングって日本じゃマイナーっていうか、そうだ、ね、マイナーって僕は言いたくないですよ、ボクシングねやってる人なんで。でも正直全部の試合が映りますかってなったら、ね、だって映んないじゃないですか。世界戦で映りました、辰吉翔一郎だとか畠山さんだとかバーって映ったっすけど、今って映らない。映らないね。じゃあで特に僕らの時、僕がこうパッてこうデビュー、あ、お兄ちゃんか、お兄ちゃんがパッてデビューした時って本当にそれが全て去った時なんですよ、うんうんうん、だからテレビも誰もついてこないんですよ。ほんでどうすればいいのってなったら、うん、やっぱりパフォーマンスしないと。メディア、新聞記事もこんなんですもん、うん、一言誰々が試合します、いやそんなんで誰が応援してくれんのかなと思って。だからそれだったらやっぱり一つ一つ何かパフォーマンスをして人を引きつけないとダメやなって僕は思ってたんですね。まあそれが一種の要はパフォーマンスだな、会見の時とかだな。本当にそうです。だから見てもらってのもん。そうそう。このクソガキあんな野郎負けたまえこいつ。だって負けろ負けろって見てる人ももう視聴者だから、ね。そうです、うん。それの大きく言うと世界で一番すごいのがメイウェザーじゃないですか。メイウェザーすごいな。みんな負けろって思ってるやつもいるしさ。そうです。でメイウェザーの好きなやつもめっちゃ。もちろん見ますね。あれで一試合で結局300万ですね。異常だよね。そうなんですよ。異常。うん。まあ、もちろん、もう実力なんかも、でも、ね、なんかお前なんかの対談でひろゆきさんと対談でメイザーに勝てるとか言ってたけどさ、無理だよそれは。あ、無理です。でしょ、はい、まああれは番組だからね、はい、勝てるわけないじゃないですか。あれはもう苦肉の策でしょ。確かに、まあ、あれはひろゆきさんを論破するための苦肉。そうです、そうです。こうてますね、カラオケ8以下なってなかったますね。いやまあね、こんなね、大輝もね、これね、お茶あげてくる面白いやつなんですよ本当に。じゃあそうそういい感じで飲んで、はい、もうだいぶ話も尽きたんで、じゃあ大輝今日は本当にありがとう。いや本当にありがとうございます。まあ、これからまた最後ファイトクラブ、はい、また盛り上げてもらって、はい、ボクシング界をね発展させるように、はい、やっぱ頑張らないで盛り上げていきたいですね、うん、でとりあえず切腹一回今やんなくちゃいけないから、いただきます。おっす。じゃあ俺も最後なんでいただきます。切腹しないですよ。しないよ。するかと思ってた俺。また始まるよ、ここから。しないってよ。失礼しました。じゃあ大輝今日は本当にどうもありがとう。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。またよろしく。はい、よろしくお願いします。よし、よし、この後テキーラ100杯飲みに行くぞ。なんでやねん。ご視聴ありがとうございました。皆さんチャンネル登録もよろしくお願いします。